では2月のレイン議会で話し合ったテーマに関して、ちょっと要約してご説明をしたいと思います。YouTube でも動画全部ノーカットで出してるんですけども、なかなか1時間とかっていう時間になってしまうので、少しですね、10分未満ぐらいで要約してこういう話になりましたっていうご報告をしたいと思います。まず1つ目のテーマは、鹿児島のエネルギー政策についてというテーマで話をさせていただきました。鹿児島はですね、原発が薩摩川内市というところに設置されています。九州では玄海と薩摩川内の2箇所ですね。なので原発を抱えている県になります。それと同時に太陽光パネル、これも設置面積がかなり多い県になります。九州全体的に言えることなんですけど、やはり日照条件がいいという場所からですね、太陽光発電の量も非常に多いという形になります。それと鹿児島は離島を多く抱えていまして、離島部では火力発電ですね、の数も非常に多くなっています。なので単純に数だけ見るとですね、火力発電が他の県に比べて多いという状況にはなりますが、どうしても離島を抱えていて、離島ごとでですね、発電所というのが必要になってくるので、それはやむを得ない状況なのかなと思います。そんな中で、もう一つ地熱ですね、指宿の方に、いや山形だったかな、地熱発電の設備があります。これ九州電力さんがやられている設備ですね。鹿児島は、鹿児島市内特に温泉が非常に多くてですね、大体銭湯と言っているところは全て温泉の源泉を使っているというのが鹿児島の一つの売りになってますので、そういった地熱も活用して発電をされているというような状況ですね。こういった様々な今の現状がある中で、まず一つ原発については、もう稼働から40年が経ちまして、再延長の是非というものが県議会で話題になりました。で、県議会の方では、県民投票をするという話も出てはいたんですけれども、結果ですね、県民投票はせず、議会の方で、再稼働を容認という結論が出されたところです。で、プラス再生可能エネルギーに関してもですね、まだまだ太陽光の計画があるのと、今度は風力ですね、鹿児島市で行くと八重山地方の大規模風力発電だとか、正直風力発電の計画はもう本当に山ほどあります、鹿児島県内。さらには洋上風力の計画もいくつか上がってきています。で、まだ県議会の方ではそれを認めるという方向にはなっていないんですけれども、各事業者はですね、着実にこれを実現するためにということで、住民説明会だとかを進めている段階ですね。そういった中で、今後鹿児島県のエネルギー政策、当然原発とかっていう話になると、鹿児島県単体でどうこうという話ではないんですが、それもですね、原発を抱えている県としては、しっかりとまず県民として、どういう意思表示をしていくんだということを考えるのは大事だと思いますので、鹿児島県として、どうエネルギー政策を進めていくんだという話をさせていただきました。で、まず県民投票、原発の再稼働に関してですね、県民投票をするべきというのは、ほぼほぼ皆さんするべきという意見だったんですけれども、本田さんですね、自民党の県議の本田さんは、県民投票自体はするべきじゃないという結論に至りましたという話でした。この理由が、どうしても県民投票ってなると賛成反対の2択になっちゃうんですよね。でも正直、多様な意見があるよねと。で、そのあくまでも2択での投票っていうのは、そういった多様な意見を吸い上げることができないと。なので、今回は県民投票をするべきではないという結論に至ったっていう話でした。それは我々聞いてる方も、それは一理あるよねというような印象でしたね。で、原発に関しても、宇都さん、立憲民主の宇都さんも卒業するべきと。で、逆に学カフェの上野さんは、正直結論はないです。どうするべきかの結論はない。なんなら、
仙台原発は近いから止めてほしい、でも他の地域なら別に動いてても、まあ、どっちでもいいんじゃないみたいな話でした。でもこれって実は国民の中の世論の、多数派な気がしています。まあ鹿児島はですね、原発抱えてるからこういう話題が上りますけど、例えば隣の宮崎熊本とかでこういった原発問題ってどこまでね話が出てるのかちょっとわからないですが、まあやはり当事者じゃない分ですね、なかなか議論には出てこないのかなと。でも実際使ってる電力は原発の電力も使ってるわけですからね、まあ、そういったところがなかなか当事者である側とそうじゃない側で意見が分かれるのかなとも思いましたね。はい。で、まあ私の意見としても原発の稼働に関しては再稼働に関してはもう容認せざるを得ないかなと。まあただ現在の原発に関しては基本的には廃炉に向かうべきで、じゃあその次の技術開発ですね、ここはまあ本田さんも同じ話だったんですけども、じゃあ原発の次は何なんだっていうのを技術開発が、まあ、正直間に合っていない状況じゃないかと。そこをまずやらないと直ちに原発廃炉に向かうっていうのは難しいよねっていう話になりました。でまあもう一つですね、あと災害時のフォローですね、まあ、原発の再稼働は容認するけども、やはりその避難計画だとかそういったものが不十分なんじゃないかと。でこれ不十分だよねっていう意見は皆さん一緒でした。でそれに対してじゃあどうやっていくのかっていうのをやっぱり考えないといけない。でそれをまあそこのフォローをねしっかりやってるのは自民党なんですっていう話も出たんですけど、まあここがあの面白いところで、私がまあ宇都さんにですね、でもこれ30年ももう原発動かしててやれてないってそんな自民党に任せられますかって話をしたんですけど、そしたらまあ本田さんは本田さんで、でも福島の事故の時は民主党だったしねみたいな話も出たりとか、まあそういったちょっと冗談も挟みながらですね、それぞれの、まあ、意見の違いと見方の違いっていうのをまずは把握することができたかなと思います。まあなんかこんな議論がですね40代、まあ、40歳前後の我々の中でまあわやわやがやができているのは本当に面白いところかなと思います。まあ、その中でじゃあ、今後10年20年先を見据えた時に、鹿児島のエネルギー政策がどうあるべきかっていうところで、まあ、やはり結論として、皆さんで合意が取れたのは地産地消エネルギーですね。地産地消エネルギーを考えるべきだという話になりました。まあ、なのでその中で、大規模発電電力、まあ、原発だとかメガソーラーだとか、巨大な風力発電とかですね、まあ、そういったものはもうなるべくやめていくべきだよねと。で、地産地消なので、まあ、鹿児島で行くと、まあ、火力も当然、バイオマスとかですねもあります、それと地熱、あとは、マイクロ水力ですね、小水力、これがいいんじゃないかという話になりました。でまあ、確かに大規模エネルギー、まあ原発で大規模に発電しても当然送電ロスもありますし、その需給バランスっていうのもなかなか取るのが難しい。なんなら今鹿児島は太陽光めちゃくちゃ設置されているので、まあ、鹿児島で昼間消費する電力以上に発電しているはずなんですよね、まあ、原発とか火力も含めると。まあ、そういったところで、やはり全体のバランスも考えていかないといけないし、それを、まあ、どっか他のところで作って持ってくるんじゃなくって、もう本当に自治体単位とか、まあ、なんなら集落単位で、自分たちのエネルギーを自分たちで作っていくっていうようなことも考えていいんじゃないかという結論になりましたね。まあ、そういった意味で マイクロ水力に関して、もう少し勉強していこうだとか、じゃあ具体的にそれを県内で広めていくためにどういう施策が取れるんだって話も出ましたね。でまあやっぱり利権を絡めていくといいんじゃないかとまあ皆さん利権大好きですよねっていうところで、まあ単純に利権っていうところ悪い印象になっちゃいますが、まあ、やはり民間が動くためにはそこに、まあ、経済活動ができるというのが前提として
どうしてもついてきますので、民間の事業者が経済活動できるような仕組み、これを各地域地域で発電してエネルギーを消費してっていうことができるような仕組みが作れればいいねっていう話も出ました。まあ、あとは蓄電池ですね、バッテリー技術が、まあ、全固体電池とかっていうものが技術的にブレイクスルーできてくればまたガラッと情勢が変わるんだろうだとか、水素ですね、日本はやっぱりこの水素エネルギーっていう方が、まあ向いているんじゃないか、まあ、どうしてもあのエネルギー資源がない国ですので、何をエネルギー資源しようかと考えた時にやはり豊富にある水素、これを使わないではないだろうという話が出てきましたね。まあ、あとはバイオマスという点でいくと、単純に輸入した石炭、石油を燃やして火力発電するとかではなく、木ですね、山に生えてる木、はい、これがなかなか日本全体でいくと年間に1億リューベ育つみたいですけれども、消費できているのはわずか2000万リューベで、毎年8000万リューベが積み上がっている状態っていう話を聞きました。で、当然干ばつの問題とかもありますし、そういった意味でですね、鹿児島の山、里山をきれいに維持して守っていくために必要な木の伐採は進めていくと。ではその木を当然建物に使ったり自然に使ったりっていうのも必要なんですが、それで消費しきれないんであれば、まあ、火力発電なのかバイオマス発電なのか、そういったものに使っていくっていうことも地産地消エネルギーとしてはありだよねというような話になってきました。まあ、これをちょっと1時間近くあーだこーだ言いながら喋ってましたので、まあ、ぜひお時間ある方は長い方の動画も見ていただければと思います。で、引き続きこれに関しては皆様のご意見をいただきながら、まあ、これで終わりではなくてですね、じゃあ地産地消エネルギーどうやってやっていくんだ、どうやって実現していくんだってことも今後話をしていきたいと思いますので、皆さんもこの議論に入っていただいて、意見をいただきながら、で一緒にですね実現をしていければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。